おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。はい、フワちゃんが、ね、鼻の穴に何か突っ込んでなんかやろうとしてるとこですね。はい、謝罪文ですね、うん、はい、公開したっていう、あ、そうですか、はい、形になりますね。はい、はい、はい、やすこにっていう形になります。あ、やすこさんの方に謝罪されたということで、はい、8月は8日の夜なんですが、X で謝罪文掲載したんですが、再炎上ですね。はい、はい、はい。はい。そうですか。夜のお菓子うなぎパイ、深夜のお菓子うなぎ VS オフィルがありますね。金色のサボですね。なんかね、高そうなやつが。謝罪文の内容なんですが、はい、まあ、やすこの、との、隠したないっていうふうには言ってるんですが、はい、まあ、そう思ってるのはこいつだけじゃねえのかなって。はいはい、前にも言いましたけど、はい、数年前からやすこを結構バカにした、小バカにしたポストを何回かしてるんですよ。消しゴムマジックで消された。なんかフワちゃん叩きがトレンドみたい。VSOP は1本で250円。そんな高いんですか、あの、おやつ。活動中止を発表する。あ、そう、さっきね、見ましたけど、それ。夕飯食べながら太る。あ、こんばんは。こんばんは。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。で、なんか理由がですね、その、まあ、やすこの、その、やすこオリンピック、生きてるだけで、みんな優勝みたいな、はい、まあ、感じの内容に対して、はい、もしこれに、その、アンチコメントがつくなら、っていう趣旨で、その投稿内容を実際そのスマホで書いて、まあ、見せ合ってたみたいな、まあ、そんな遊びをしてたっていう風な言い訳をしたと。ああ、はいはいはい。で、まあ、ちょっと操作ミスって、投稿しちゃったよっていう風に言ってると。そうなの。ええのにね。そんなこと言わんでも。言わんでもっていうか、そもそもそんな遊びするかっていうぐらい。いや、まあ、そんな遊びね、仮には、まあ、もうそれもそうだと思いますけど、それが仮にほんまやとしましょうよってことですよ。まあでもだからといって今それをね、ここで言うたから言うて、よくよく考えたら誰もこんなこと信じひんなと思うと思うんですよ。普通に考えて。まあ実際本当にやってたみたいなんですけど。やってたんでしょうけど、誰もそんなこと、あ、そうですかと思うだけで、だからなんやねんってことですから。いや、そのね、そのやってること自体おかしいでしょ。おかしいですよ。だからこそ、なんでそんなん言うのっていうことですね。わざわざね。で、その、ね、あの、こいつこんなこと言ってるねっつって、その仲間内で、ね、会話でそういう発言するならまあわかるんですけど、いや、あ、そんなんもう仮にほんまにやってようがやってまいがね、いちいちこんなことをね、言う必要は、全くないと思います。ないですし、どういう経緯でこれが、あの、世の中に流れてしまったかっていうのは、もう言わなくていいと思うんですよ。そうですね。もうほんまに、めんどくさいね。はい。謝罪文が、そうですね。サメさんオリンピック可愛ければ金メダル。いや、わからない、そうですね。謝罪文の言い訳が会社の、無能部下がする言い訳スタイルと同じでないと。ね、そうそう。つべこべつべこべと、なぜそのもにごめんなさいね。まあ別に、どんな理由があるとすいませんでしただけでもいいと思うんです。うん。一応ですが、まあ、その、他のね、芸能関係者の方から、こいつがそういうね、フワちゃんですか、昔から、そういう大喜利感覚で、こういうことやったそうなんですよ。はいはいはい。はい。で、まあ、ばらされたと。要するに、本当にやったみたいですね。はいはい。はい。まあ、普段からやってる時点でも頭おかしいなっていう視点しか思わないわけですね。はい。ちなみに、はい、もし、その、間違えて、投稿しちゃったよって言うんであれば、普通すぐ消すじゃないですか。はい、なんですが、はい、その、投稿から削除まで、数時間あったと。はい。はい。なんで、そこもおかしいんじゃないのっていう。まあ、そうですね。はい。で、またそういう理由ならですね、すぐに、その、消してですよ。こういう遊びしてて投稿しちゃいました。ごめんなさいって、その場ですぐ謝れば、まだこんなに炎上しなかったんじゃないのって話になるんですよ。まあ自分の性格の悪さがね、明るみになるぐらいのもので、こんなに問題にはなってなかったかもしれませんけど。つまり、まあ普段からこういう大喜利感覚のアンチコメント遊びっていうのはやってたかもしれませんけども、完全にこれは後付けのその、まあ、嘘というか。そんな
遊びできるぐらい暇なんですかと思いますけど。暇っていうか性格悪すぎるでしょ。忙しい方ってね、もうそんなことしてる暇なんかね、ないと思うんですよね。謝罪もポーズにしか見えないわけですよ、こういうふうになってくると。で、この投稿自体も、その、要するに、もしアンチコメントがつくなら、つって、言って、投稿、謝罪してるわけですよ。はい、要するに、私じゃなくてアンチが書いたらっていうふうな言い方に、すり替えてるわけですよね。そしたらそういうふうなこと書くんじゃないですかって。そうそう。いうことなんでしょうけど。これは私の、その、言ってることじゃなくて、アンチだったらこう書くんじゃないっつって、そのアンチに対して、その責任をなすりつけるような、くず声みたいな。気持ち悪い。そうそう。ね、おっしゃってますけども。だいぶ気持ち悪いですね。これがデジタルタトゥーの一番そうですね。暴力はいけない格。ボエムおじさんに匹敵する性格の悪さ。それからですね、その謝罪後の最後に、はい、A マッソ、はい、加納愛子ですね、渡辺エンターテインメントの芸人ですが、はい、あとトンツカタンの森本慎太郎、これ人力車ですが、はい、一緒にいましたが、この人たちは関係ないですって書いたんですよ、はい、謝罪文に、はい、これって、だから、芸人と一緒にいたのに、はい、ね、アンチコメの大喜利は無関係とか言ってるんですけど、はい、じゃあ一体誰とそれやってたんだよってなるわけじゃないですか。そこも無理のある嘘に、見えちゃうわけですよ。でしかもその、言わんでいいこと言っちゃって、この、A マッソの加納と、ね、トンツカタンの森本ですか、はい、完全に巻き込まれた形になってるわけですよ。そうですよ。だからそういうこと言うこと自体も普通やったら、ああこの人の名前出したらあれやからやめとこうって、そう普通は思うんですけどね、それをわざわざ出すっていう段階で、もうこの性格の悪さがねものすごい出てます。巻き込まれた、はい、加納と、ね、森本の方の、もうだいぶその結構怒り浸透してるみたい。そりゃそうでしょう。なんで出すんだよみたいな。何言うてんの。で、それを受けてですが、A マッソの加納愛子ですね、に至ってはですね、そのフワちゃんの謝罪文のその手口を暴露したと。でそこにはですね、まずはその謝罪文なんですが、謝罪して、怒られたことを反省している文を添えて、そこに加えて悪いことに気づけなかった自分の認識の甘さを、反省する文っていう、この三段構えっていうのを、その、基本で書いてるらしいです。はいはいはい、フワちゃんがですよ。はい。はい、わかりますよ。で、これがものすごく効果的で、で、これは、さらにその、普段とは違う、丁寧な、その、筆致で、こう、綴ることで、非常にこう、反省してるっていう。はいはい、普段のこの雰囲気としてね。そんな、ちゃんと謝罪されなさそうな雰囲気なのに、ちゃんとやりましたよっていうのをアピールするんですね。っていうのが、はい、もう、もともとの手口として、確立されてるそうなんですよ。あ、そうですか。はい、で過去には何かあった時に、同じようにその謝罪文を書いたことがあるそうなんですが、そこでですね、フワちゃんが、その、A マッソの加納にですね、はい、で見て、めっちゃ反省してる感じできて最高じゃないとかつって、文章丸ごと、LINE で送ってきたことがあるそうです。で、実証反省文の達人とも言ってるみたいなんで。まあ、でもどうしようもないですけどね、ここまで。反省はしてないです。それはしてないでしょうね。こいつ公共の電波乗って誰得なんだよって、まあそうですね。ある程度信者いるってのが、信じられねえ信者じゃなく、逆張りばっかもしれないけど。余計な名前を出されて、大迷惑。仲間愛っていうか、まあ迷惑でしょう。迷惑ですね。なぜ自分が傷つかないようにしか書けないだろうか。ちょっとね。はい。ちなみにこの加納愛子も そうなんですけど、はい、自身も大阪直美に必要なのは漂白剤とかつって、はい。はい。失礼なこと言って。投稿して、大炎上したことあります。そんな加納から見ても、フワちゃんの性格の悪さ、筋金入りっぽい認識されてるみたいですね。いや、普通性格が悪いんやったらね、顔は綺麗とかさ、なんかあるじゃないですか。すごい綺麗な人なんやけど、性格すごい悪いんやなっていうね。もう、こう、ふわちゃんに関して言うてみたら、もうどこもいいとこも、残ってないじゃないですか。そうですけど。なんでこういう、ふわ
てるの。青うるさい。あ、そう、あのテレビで起用されてるのは本当不思議なんですよ、ね。どこに魅力がね あるんですかってことです。裏切られてバズってるんですか。架空の他人に罪をなすりつける手口はもう44歳そっくりですね。まあ、例えばすごい面白いとか、その代わりにものすごい面白いとかやったらいいんですけど、まあ、それもないですし、はい、もう何もない、ないやないですか、だから。まあそうですね。はい。はい、だから疑問だったんですけど。疑問ですね、本当にね。自称反省部の達人、あれなんか、あの、立尾くんが頭の上つかない。言いますと、カノンも大概当たる場合、そうですね。もともと好きじゃなかったのに、さらに嫌いになりました。遅刻待ってだけでもそうですね。まあ、遅刻はちょっとね、さすがにちょっとないですけど。はい。はい。そしてまあ、今回の、余波ですね。はい。はい。まあ、一応活動休止っていうふうにね、はい、はい。今日発表されたみたいですが、はい。はい。はい、まあ、前回やった時には、まあ、Google Pixel の CM が公開停止。はい。はい。それは日本放送は、はい。前回の、放送がなくなったって言ってたんですが、はい。オールナイト日本ゼロの降板も決定したと。はい、ああ、そうですか。はい。ここでコメントでですね、はい。日本放送の方からですね、はい。番組基準というルールが、まあ、設けてあると。はい、で、他者は尊重しない、はい、誹謗中傷する行為については決して認めないと。はい。はい。はい、で、今回のこの投稿については、はい、番組とは関係ないところでの発信されたんですが、はい。これは当社の考えに著しく反するものだと。そうそう。はい。はい、なので、まあ、降板を決定したということですね。そうだね。はい。で、それから11日に放送される行列のできる相談所。はい。はい。これ、フワちゃんが出演してたみたいなんですが。あ、そうですか。はい。出演シーンはカット。そうですか。はい。フワちゃんちょっと英語話せる令和の時代にちょっと、時流に乗っただけの芸人から。まあ、そんなに近いですよね。そんなに性格悪いと思ってるなら、可能も付き合ってきて。まあ、そうじゃあ、まあ、だから。ルイともですよ。まあまあそうですね。多分こいつら一緒になってね、アンチコメントみたいな書いてたんじゃないのって僕は思うわけですよ。はい。そんな暇なんですかと思う時間ね、うん、忙しいと思うんですけどね。それからですね。はい。来年度の、中学校の家庭科の教科書にですね。はい。はい。はい。自分らしさや個性を表す人っていう、はい、いわゆるその多様性のモデルケースとして、はい。はい。渡辺直美と一緒にですね、掲載される予定だったんですよ。はい、教科書に。渡辺直美さんとこの人が掲載されるようになったんですか？そうそう。ま、ファッション関係。衣装で自分をこう、個性を表現するっていう、衣装の重要性みたいなのを、まあ、説明する。いや、っていうかもうやめ、渡辺直美さんが気の毒です。同じように扱われるなんて、ね。ま、そう、渡辺直美はまだね、丁寧な、語り口調で話す。まあ、まあ、全然。元々の普通の芸人なんですけど。はい、はい。そりゃそうです、うん。面白さがありますもん、だって。そうです。渡辺直美さんには、あの、体で表現される面白さがありますから。で、まあ、掲載予定だったんで、2005年ですね、2025年か、はい、の教科書だったんですが、削除されると。はい。はい。で、この時に、その担当のその教科書の編集者ですね。はい。個性的な服装でテレビに登場するフワちゃんを、直美さんと共に自分らしさを衣装で表現する人として、教科書へと登場させていただく予定でした。はい。まさかこんなひどい言葉を他人へと向けて使う人だと思っていませんでした。箇所に載せたらあかんやろ、すぐに教科書から削除したいと思いました。言うてなくても教科書に載せる人じゃないですか。そうだと思うよ。この方は。なんでって思いますよ。だから、その写真としてね、はい、自己表現をファッションでやってるよっていう説明でね、はい、載せるんであれば、まあ一応、普通の人でもいいんじゃないですか。候補には上がるかもしれないですけど、それこそね、はるな愛さんとか、あの人はまたちょっと別の個性がありますから。かばちゃんですね。だ、そっちは。あの方とかを出すっていうんだったらね、いろんなファッションじゃないです。ファッションじゃない。あ、ファッションか。まあでもほら、そういうなんか多様性の話で、写真に載せるっていうんだったら、ふわちゃんじゃなくていいと思います。やっぱり。まあ、コスプレやってる人とかでもいいと思いますよ。こんな発言なかったとしても、やめてもらいたいですよ。有名なコスプレの女の子じゃないですか。何しましたっけ。ちょっと、どう忘れちゃいましたけど。はい。仮に掲載すれば学生さんの落書きページ、化けページかになるんじゃない。
フワちゃんじゃなくて、篠原、まあ、篠原は、時代がちょっと合ってないですね。トモエさんがね、まあ、いらっしゃいましたね。まあ、元祖。動画元祖ですよね。はいはい。なぜ乗せようと思うとそこもわかんないですね。いくらでも今まで個性的な格好の人はいた。そうなんですよ。うん。だから、ね、その、まあ、言っちゃうと、うん、こんなの後で問題起こすと大変なね、ものじゃないですか、芸能人なんか、ね、薬物やったりとかで、っていうのもあるじゃないですか。そうです。見ただけで、わかる地雷なんですけど、この人は。はい、なんでどうしたの、 そこをちょっとね、の会社の人もうちょっとだいぶね、びっくりしてますけど、ね、私なんか、うん、まあ、そんなとこですかね。はい、まあ、活動休止っていうふうにしちゃいましたので、もう休止ってことはやめるってことですよね、ほぼほぼ芸能界は、うん、まあ、芸能活動休止ってことですかね、うん、まあ、YouTube は別にやる、うん、やらないはね、本人の自由だと思いますけどね、好きなようにしたらいいですけど、うん、でまあ、もう今回のこの話で僕はなんかすごくちょっと、うん、あの感じたことっていうか、はい、思ったのは、うん、まあ、これにアンチコメントつくならっていうふうに前置きすれば、はい、何を言ってもその許される風潮になってい、うん、いくんじゃないかなと。ああ、こういうのつけるとしたらそうなんじゃないですか、みたいな、他人事みたい。そう、他人事みたい。はいはい。自分が言ってるんじゃないですか、ね。そうこういうことにしたいですね。なんかすっごいずるいですけど、はい、こういうこと、その、が、非常に分かりやすい逃げ方として、確実にできちゃったんじゃないかなと。まあ、こいつのおかげで、こいつのせいで。コウメ太夫さんなんかね、はい、それこそ衣装。はい、今差し替えで、あのぐらいの勢いってことですか？あれ、女装してるだけですよね。なんか衣装、ゲイの衣装ですよね。はい、またちょっと違うですね。そんなん言うたらね、いくらでもその、はい、あ、下田景樹さんなんかどうです？そしたら、あ、それはあると思います。ただ、ね、下田景樹さん忘れてるんじゃない？下田景樹は、教科書の会社の方は。いや、だから、うん、今の中学生に下田景樹見せて、これ誰しかない。そういう意味では、その白原智恵もテレビ出てない。これ誰ですね。テレビ出てないから。だから現役でテレビに映ってる人でファッションが派手な人って。ああ、そうですね。確かにね。ああ、残念やな。なんか。わざわざ地雷を踏み抜きに、行くそうですね。はい。個性的な格好、鳥肌実るの、実る閣下。下田景樹先生です。下田景樹。だってあの人、もう死にそうです。80代ぐらいですか？はい。まあ、でもまあ、元祖気持ち悪い格好してるおじさんじゃないですか。か元祖なんて言うんですかね、あの人でも言うな、派手なタイツを履いてる人だけです。個性的な色合わせですよ、それこそ。いや、どこにいたって私、もう、すぐわかりましたもん。いや、こんなとこにやはんのって、北海道で私、わかったぐらいですか。リューチェルなんかが生きてれば、そうですね。ハマったかもしんない。あのあたりのファッションですよ。だから、同じような。そうですよね。はい、はい。いやともね、リューチェルも、でもその、ね、教科書のスタートに、ね、うん、自殺なんかしてたら、また、残念ですけどね、あんな死ぬことないのにと思いますけども。篠原ともえさん、現在はとても、素直な大人の女性ですね、スーツ着たりしてますからね。普通になっちゃってね、面白くないですけど。どんこにしも、もう無理でしょ。篠田景樹先生、サイン会。いい感じしたほら。何ほら。本買ったってこと？もうそうやってやっぱいらっしゃるんですよ。サイン本は今行ったってことですよ。そうですよ。林家ペーパー夫妻はピンクじゃないですか。ピンクをこだわってきてるっていう、ね。そういう方もいらっしゃいますから、そういう方いてもね、個性なんでね、みんなそんな。指差して笑うようにね、来て。そうなんかでごちゃごちゃ言っちゃいけませんよっていう、そういう家庭科の教育にはなるのかもしれませんけれども。なるんでしょうか。まあいいですけど。おすぎとピーコまで出てくる。もうおすぎとピーコって言うとね、行方不明の。おすぎさんも今、行方不明でしょ。どこ行かれたんですかね、おすぎさん。どっかで死んでるんじゃないでしょうか。なんか、一時期保護されて、ピーコさんが探してらっしゃるってことで、保護されて、なんか一回見つかった
ったんですよ、ね、老人ホームみたいなとこに、はい、いたんです。山でどっか行ったんですね。いや、どうわかんないですね。ちょっととにかく歯もほとんど全部抜けちゃってました。すごいですよ。もう当時テレビですよ ね、映画評論家、おすぎさんピーコですね。まあ、おすぎもそうですけど、おすぎが映画でピーコがファッション評論家ですね。あ、そうでしたっけ。笑っていいとも出てた時とはもうあの影一切ね、本当にヨボヨボのね、歯の抜けたおじいちゃんですから。悲しいですけどね、なんか、まあね、はい、この写真にもある通り、謝罪文をおそらくこんな感覚で書いたんじゃねえのっていう意味で僕はこれを起用しました、今回。二人とも別々の施設に入ってるさ。あ、そういうことですね。やっぱ入ってる。もうね、はい、そういうことですね。黒柳徹子さん。まあ、あの人現役的ですけど。この方って徹子の部屋出られたことないですよね。いや、出ちゃったんですか。出たかもしれない。いや、出たら嫌やな。あ、そうですか。出てて欲しくないな。まあそうですけどね。確か出てるのかな。出てるのかな。はい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 。ということですね。はい。はい。まあ、鼻にね、鼻の穴に鉛筆ぶっ刺して、はい。汗分かいてるようなやつですから。そうですね。はい。まあ、どうしようもないですね。はい。なるべくしてなったのかなっていう。そうですよ。そういうことです。はい。はい。うん。確か出てたよ。はい。出てたんですか、いや。いやな、それ。はい、次行きます。はい。はい。ご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。